中京工業地帯は愛知県、岐阜県南部、三重県に広がる工業地帯である。三大工業地帯の一つで太平洋ベルト地帯の中核であり日本有数の工業地帯である。製造品出荷額の割合では機械工業の割合が約7割。トヨタ自動車を中心とした自動車産業や航空宇宙産業が盛んである。現在の日本では 生産額が1位である。京浜工業地帯、阪神工業地帯と比較した場合、製造品出荷額で見た規模は42兆1963億円に、上り2位の阪神工業地帯を大きく話して、日本最大である。従業者数を見ても従業者数は100万6743人を、有し、日本有数の工業集積地帯である。主な港湾として、 名古屋港、絹浦港、三河港、四日市港、津松坂港などを要する。明治時代には、製紙業、宝石業、繊維工業が盛んであった。第二次世界大戦中から鉄工業、機械工業が、戦後には石油化学工業が進出した。戦前は特に、愛知航空機、三菱重工業、川崎航空機工業、 中島飛行機などの工場があり航空機生産が盛んで軍需産業の重要拠点であった。愛知県名古屋市、下市や三重県四日市市の伊勢湾湾岸部では石油化学コンビナートの集積が見られ、愛知県東海市には大規模な製鉄所などが立地する。愛知県豊田市、刈谷市、安城市、豊橋市、大府市や三重県鈴鹿市では自動車工業が発達している。 愛知県一宮市や岐阜県岐阜市周辺では、毛織物工業が、岐阜県大垣市では、繊維工業がそれぞれ盛んである。瀬戸市、常滑市や岐阜県多治見市、土市、三重県四日市市では、瀬戸焼、常滑焼、一万古焼などの伝統的な洋業が、発達している。総合特別区域法に基づき国から指定を受けた、国際戦略総合特区。 アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区として愛知県、岐阜県を中心とした地域が指定されている。本地域は日本の航空機部品生産額の50%以上、航空機体部品の約80%のシェアを保持している。中京とは名古屋市が東京市と京都市との間に位置している点から明治時代に名古屋市が中京と呼称されたことにちなむ。 中京の故障は、明治20年代半ばより、使用例が見られる。明治20年代の名古屋を中心とする産業、鉄道、都市の発展で、東西大経済圏に対する中京意識が生まれ、東海道線の中間点を、さらに、全国の中心、中日本の中心を目指す名古屋経済圏の意味があった。製造品出荷額等が1兆円を超える、市町村のみ、 掲載製造品出荷額等。ありがとうございます。